スターホースポケット。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス始めていきましょう。はい、ではやっていきましょう。型のエース、前走セントライト記念は7着でしたね。かなりの大敗。短中距離ってことで距離の壁があるのかもしれません。なので今後は主に短距離路線で使っていきたいと思います。ただね、そんなにいい短距離路がないんだよな。このまあオス馬だからエリザベス女王杯も出れないし、ダートってどうなんだろうな。北斗ベガだからダートもいけるか。武蔵野ステークスあたりいいかもしれないですね。入球しましょう。ただね、結局 G1 出ないとコイン稼げないしな。スタミナになってる。下が多かった。いい感じですね。ご存知ですか。今度は何だろう。なんかこんなばっかり出てくる。どうでしょう。適正な馬体重です。なるほどな。スワンステークス出しますか、岡部さん。頑張らなくちゃね。今週はレースがあります。適正な馬体重です。まずまずでしょうか。何か用ですか。文句ないです。頑張っていきましょう。3番人気ですね。3番人気か。ただいまより結構収支が分かるような。スターマイスーパーマンが1番人気、2番人気がスカーレットブーケ。他ですね、トシグリーンとかコガネテスコとかタイトルが人気ですね。トシグリーンおもろいんじゃないかな。前に行く馬が多いです。行ってみましょう。京都 G2 1400m マイルチャンピオンシップの前哨戦です。スワンステークス。大優作もいますね。おっとびっくり。大優作だの。大優作。私の短距離馬が揃っております。1991年です。毎走を狙うにはぜひとも結果を出したい前哨戦であります。さあ飛び出した12頭2番堀のウィナー、ちょっとタイミングが合いませんでした。それほど大したことはありません。さあ先行するのは何か。先手を取ったのは7番嵐、ビクターガールがかわしていきました。それから8番小金テスコ、そして外からは10番カタロエース、1番黒い馬体ステージヒーロースカーレットブーケ、それから6番タイトルー、これと一緒にマイスーパーマン、そしてその後ろから2番堀のウィナー、それから足毛の馬体ユーセイフィアリー、大優作、しんがりから5番トシグリーンであります。2馬身くらいの差をつけて3番ビクターガールが先頭です。京都のスタンドが揺れています。さあこっから伸びはどうだ。直線の伸び足はどうか。先頭岸とビクターガールに伸びないな。小金テスコ先頭変わって、小金テスコ間からピンクの帽子マイスーパーマン、頑張る頑張る加藤、小金テスコスカーレットブーケがかわした。内をついて11番マイスーパーマン、ね、マイスーパーマン1着1番人気に見事応えました。大混戦。マイスーパーマンとスカレットブーケでタイトルなんで人気通りでしょうかね。ただこの負けは痛い。
次に備えましょう。え、この距離は忙しすぎや、そういうことか。16から2200なんですね。3着。レースを終えた馬が戻ってきました。レースの距離は分かったんですが、まずまずでしょうか。馬だろいいですね。嬉しそうですね。放牧放牧。ご存知ですか。もう一層やりましょう。まだ10分経ってないですからね。ご存知ですか。元気ですね。まずまずでしょうか。次のちょっとレースを考えましょう。最初だったらチャレンジカップとか中日新聞杯だな。チャンピオンズステークス、チャンピオンズカップっていう手もありますね。ただおすすめではないんで、ダートじゃなくて芝なんでしょうかね、この馬の適性は。芝ダートと丸ですね。なんでダートが悪いと決まったわけじゃない。ちなみにこの年のチャンピオンズカップはなんだ、このメンバーは。ミスター東人とか名将ホムラとか平成シルバー、走る将軍、スタビライザー、成田はやぶさ、みんないいですね。お、思い切ってこっちに出てみますか。出たか。何か用ですか。ところで、まずまずでしょうか。適正な馬体重です。お、ベスト馬体重が上がりました。504キロになりましたね。一段階成長したってことでしょうか。今週はレースがあります。そしてレース、いい状態で出せそうです。素晴らしいです。距離適正が2400に上がりました。これですね。適正な馬体重です。しまった、マイナス2キロだ。ベスト馬体重を目測誤ってます。ライバルも4番に良さそうですね。ただいまより投票です。ただ2つ20マロがついてます。ダート路線1800、距離がようやく分かりましたからね。このゲームは距離適性がすごく大事です。ストライクザゴールドが1番人気で、2番人気がサルトリーソング、どんな馬でしょうね。そしてラシアンゴールド、我が片上さん4番人気、武豊がの主戦だったんですけどね、成田はやぶさん、こちらが5番人気です。さあ4番人気ですが、チャンスあるんじゃないでしょうか。単勝買いましょう。お、応援馬券2番ですね。買えない。さまいまーってまだまだ余裕ですからね。勝ったら二十数万枚になります。さあ頑張ってくれ。
方のエース。人気がない今だからこそチャンスですね。G1 チャンピオンズカップです。さあ、中京競馬場に拍手が開きます。歴代ダート王に名を連ねるのは果たしてどの馬でやりましょうか。さあ飛び出した12頭、あまりスタート良くなかったか。果たして先頭に行くのは片目エースがかわしていきました。走る勝負に先頭に並ぼうという構え、外を通ってフレンド勝利、それから競泳フォワット、9番ラシアンゴールド、スタートはやっぱり総合根性がいいですね。前に行った方がいいんですけど、思ったほどは行ってなかった。そしてその後ろから6番サルタリーソング、5番プロイバタイ、ミスター当人マラケザレース展開です。バックストレートですね。これはダリナハヤブサ、マンジュデンカブト、そして1番人気のストライクザゴールド、うまくいっているんではないでしょうか。流れるようにレースが進んでおります。ちょっと縦長の展開になっております。レースを引っ張るようになりました。それから足毛のバタイ、走る将軍であります。12頭が第3コーナーに向かいます。その外11番競泳フワット、そして4番手に9番ラシアンゴールド、台風の目となるか、カタロエース、非常に怖い馬です。それからもう1頭4番名称ホムラが後ろ通りついてますね。すごい競馬になって、いよいよ直線、緑の帽子ストライクザゴールド追い込み体勢に入っている。先頭行く、レイド勝利、ああもういっぱいか。ここで先頭に立った走る将軍、ラシアンゴールド捉えるか。3番手に名称ホムラ、間から懸命に名称ホムラ、これは激しいレースになりました。名称ホムラが2番手1着、ラシアンゴールド、チャンピオンズカップ勝ったのは9番ラシアンゴールドだ。そんな簡単にはいきませんね。我慢の時かもしれない。我慢できなかったけど、レースを終えた馬が戻ってきました。ご存知ですか？いい感じですね。報告。何か用ですか？G1 はちょっと敷居が高いのかもしれない。なので、ところで G3 あたりからやり直すしかないかもしれないですね。得意コースなんかもありますからね。さあ冬競馬になりました。今1月を1周です。東海ステークスとかありますけど、ダートレベルから考えたら敷居は高いかもしれない。深崎記念とかもな、一着取ったら有効なんですけど。ご存知ですか？わあ、これも強いな。意外といいレースがないですね。京成杯は2歳限定だし、愛知杯は牝馬限定だし、 AJCC ぐらいしかない。でも AJCC じゃ能力はちょっとつらいかな。ご存知ですか、この馬の。ちょっと時期が悪い感じですね。この辺なんかは京都記念はもうちょっと短ければな、 2000m 適度なレースがないんですよね。小倉大商店とか
かな。ところで、これ早送りできるのが結構限られてるのかな。最低4周じゃないと早送りできないのか。馬券ですか。勝ちそうな馬をあえて軸から外すのも手ですね。ところで、アラブエとか懐かしいな。とりあえずポクラ大商店に時速を出てローカルで立て直しを図りたいと思います。ちょっと今の成績では実以上となると辛いですからね。とにかく勝っていかなければなりません、このゲーム。はい、次回こそ立て直したいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。